おはようございます。ようこそムッシュガズエの島へ。ここのところお見えになる時間に随分とムラがありますね。シーマンがあなたの生活のリズムを乱していないかちょっと心配です。今現在エグアニーはジャングルであなたを待っています。快適な生活を楽しんでいます。それではどうぞジャングルにご案内いたしましょう。大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。はい、昨日はね、このシーマンを捕まえた、やったーってパチョーンと話したら、まさかの池の中に飛び込むっていうね落としてしまって機嫌を損ねてしまってるんで、とりあえず謝り行こうぜ。来た。ご飯をあげれば仲直りしてくれるかな。ご飯、ご飯。うわー、またあいつおる。下やで。ああ、一番下がいいね。捕まえよう。あ、捕まった。食べてる。セイコムに入っとけよかったな。セイコム。もう分かったよ。増田キモ先生がよく言ってたよ。誰？俺たちの犠牲の上で世界文明は成り立っているんだって。なるほど。ウィル、俺の分まで頑張れよ。こいつ背中危ねえな。こいつもなんか峠持ってんじゃねえ。はい、持ってきたよ。ご飯だよ。どこにおる？そもそもご飯だ。あ、ご飯ご飯。あ、来る？あ、来た来た来た。色はごめんって。ちょっと喋るまで待ってみる。おう、来たか。可愛い声のまない状態でいきなり大人なの嫌やもんな。でもこいつご飯食ったらどっか行くんだよ。おはようございます。え、もう一回言って。おはよう。おはよう。おはよう。あ、おはよう。おはよう。何も言わん？おはよう。マイクは動いてるな、でもな。ゆっくりマーク出てるし。あ、来た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 。いや、来ない。また向こう行った。シーマン。気安く呼ぶの。腹立つ。なんか教えて。あ、今日は、ゆっくりマークも出なかったな。え、待って、本当にこのまま大人になるまで俺放置？日陰に行っちゃった。お前、陰キャキャ、陰キャか。陰キャキャって。陰にばっかり行きやがって。俺も、あれやぞ。休みの日は家から一歩も出なきゃな。お、陰キャでした。とか、引きこもりやったな、と。陰キャと引きこもり若干違えからな。俺、引きこもりやからな。シーマン。おー、来ねえよ。シーマン。これはどうしたもんですか？毎日配信しとんやで。いや、嘘や、嘘。嘘嘘。毎日じゃないけど、こう、頑張って配信しとんねやけんさ、来てくれんと話が進まんやんけ。ちょこちょこシーマンに餌をやって大きくする時間なんかな、今な。うんうん。1日2カットぐらい挟んでみる？今朝なんですけど、今日昼頃ね、もう一回ちょっとログインしてみたいと思います。ログインっていう言い方あってんのか。じゃあちょっと一旦カットしますね。そういえば、前回餌場の虫たちが、キモ先生とかいう言葉を口にしていましたね。実はこのシーマンの学名はハビビデキモ、エジプトの言葉でキモの友達という意味なのですが、このキモというのはソルボンヌ大学以来のガズエ博士の盟友である日本人医師増田キモから取られたと言われています。餌場の虫たちがその名を記憶しているということは、もしかしたらこの島での育成実験にこの増田キモが参加していたということなのでしょうか。だとしたらそれは何のため？謎は深まるばかりです。
もしそういったシーマンをめぐる歴史的背景にご興味がおありでしたら、パッケージの表紙に書かれている www.seaman.tv というサイトをご覧になってください。新しい発見をあなたにもたらすかもしれませんよ。今現在、イグアニーはジャングルであなたを待っています。快適な生活を楽しんでいます。それではどうぞ、ジャングルにご案内いたしましょう。なんかびっくりする情報をいっぱい流してくれたね。昼頃もう一回ログインしたんですけどね。もうログインって言い方してるけどさ、今風やな。キモい友達っつった？え、なんつった？キモの友達？あ、わかんないね。私そのなんかさっき捕まえた誰って言ったやつよね。うん、ちょっとホームページ見たいね。ホームページ出しとくわ。うん、URL 貼っとくけ、一回見てみて皆さん。はい、ということでとりあえず続きやってみましょう。何か食べたい。オッケーオッケー。とりあえずこれご飯をあげることによって大きくなってくれるかもしれんからな。よいしょ。イグアニー、違う。芋先生。畜生。なんて運が悪いんだ俺って。俺たちみたいに下等な生き物はたくさん生まれたってどうせ生き残るのは少しってことか。ウィル、さようなら。悪さしすぎるなよ。キモ先生のこと言わんかったわ。ポテッ。なんやったらもう一匹やってもいいよ。もう一匹やろうか。畜生。なんて運が悪いんだ俺って。どうしてこと言ってる。また今日も俺たちを連れて行くんだな。ヒロシ、いろいろとありがとう。日本人やった。元の場所に戻されました。よかったね、ヒロシ君。よし、無理ないわ。食べてるかーい。食ってる。キモ先生、ああ、どうでしょうか、こっちに。さっきはね、ご飯食べてすぐさって行っちゃいましょう。待ってみる、一回、このまま、喋りかけず。なんとかなんちゃう。お、そーっと、来てる、来てるよ。ゆっくり。あーっと、こっち見た。来た。喋ったらダメだったんかな。違うわ。チーマン。チーマン。なんで。とりあえずまあ今日はキモ先生のことだけ分かったからいいということでいいのか。やねんこれ。いえ。作り込んどる。おー、作り込んどよ。離れてみる。ぐーっと。近すぎてこう恥ずかしがり屋とかなんかな。チーマン。絶対ちげえよね、これね。まあ、掴めないしね。とりあえず、まあまあ。あと、あれですね。夕方来てみます。もう一個なんか新しい情報来るかもしれないからね。じゃあまた夕方までカットしましょう。あはは。何か食べたい。まあいつも食っとんな。これでも食うか。こうやってみようか。でい。飛んでったわ。残念。これ変なやつおる？クリアぞら？大丈夫？あ、捕まった。捕まえた。ついに俺の番か。また今日も俺たちを連れて行くんだな。ユスハラ。後のことは頼んだぜ。ユスハラ。はい。待て。お、いいタイミング。虫飛んでるけど。1日3回のシーマンですからね。俺からすると。食えよ。ご飯だよ。どうした？賑やかやな。虫がいっぱいおるわ。捕まれるかな。あ、
さささささ、どうした？ピーマン、なんか食べたい言うてた割にはこう詰めてるだけやな。飽きたから飯に。さすがにしょっちゅうやるからな。ご飯どうした？ご飯食べたくなった、まあ、飽きたようです。はい、ということでね、まあ、僕は本当に一日をこうシーマに費やしたわけですけど、よくわからん動画になっちゃいましたが、まあ平和でいいじゃないですか。うん、何も喋ってくれない動画なんで、このなんつうんか、この1週間ぐらいもしあったら全部潰してもいいんじゃないかと思うけどまあ暇つぶしね、見ていただければと思います。ではまた明日のシーマでお会いしましょう。バイバイちゃーん。